はい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 。戸郷投手の2戦連続完封、浅野選手の今シーズン初ヒットが満塁ホームランという素晴らしい勝利で、本当に嬉しいなというふうに思いますし、まあ少しね、中軸というか主軸が不甲斐ないところはあったんですけども、それをね、若手がカバーするという、すごい、これからの時代がやってきたんじゃないかな、みたいな感じでね、思わせてくれるような試合だったんじゃないかなというふうに思います。てな感じで始まりました、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほど終わりましたジャイアンツ対タイガースの試合解説の方をやっていきたいなというふうに思っております。はい、まあ今冒頭でもね言わせていただきましたけども、非常に、ナイスゲームだったんじゃないかなっていうふうに僕思いますと。まあね、4対0というところでジャイアンツ勝ちましたけども、その4点がね、なんと浅野選手の満塁ホームランというところで、まあ、そのしっかりね、ファームで、やってきたことを、まあ一軍で出せたと。僕が少なからずね、後でまあ解説させていただきますけども、前ね、ブンブン振ってるだけやというふうに言われてましたが、安倍監督にね、僕は狙い球をしっかり絞りながらやっていけてるんじゃないかなって、やっていけたんじゃないかなっていうふうに感じたんでね、それも後ほどね、解説していきたいなというふうに思っております。はい、じゃあですね、今日の動画の構成としてはですね、まず得点シーンを振り返っていきます。そして、スタメンの変更点を見ていきまして、で最後に配球チャートをなんかもね使いながら、僕が気になったところであったりとか、ここがプロの技ですよみたいなところをですね紹介していきたいなというふうに思います。はい、じゃあですね、まず早速ですね、得点シーンを今日振り返っていきたいと思います。僕の胸あたりにね画像を出しながら見ていきたいと思いますので、ぜひね、ご覧ください。はい。まあ今日はですね、まあ4対0というところで、ジャイアンツが勝利をいたしました。よいしょーというところでね。まあやっぱり、ピッチャーがあれだけね、戸郷投手がね、しっかりこう投げ切ってくれて、で、満塁ホームラン出てね、非常に、まあ若い力がね、躍動したんじゃないかなっていうふうに思います。まあね、今日は4回裏のね、この2アウト満塁の浅野選手のホームラン、後でね、詳しく解説していきますけども、非常にね、1打席目のボンだからね、僕は非常に内容が良かったんじゃないかなというふうに思ってまして、まあ2打席目ね、その内容の良いボンだから、本塁打、ホームランが生まれたというところで、非常にナイスバッティングだったんじゃないかなっていうふうに思います。はい。で、次はですね、スタメンの変更点などを見ていきたいと思うんで、ね、僕の顔のあたりにですね、画像を出しながら見ていきたいと思います。はい、まずですね、ホーム側のジャイアンツの方から見ていきます。はい、昨日からですね、少し変更点ありました。昨日はね、レフトに入ってた岡本選手が今日ファースト。で、ファーストの大城選手が今日は、キャッチャーで出ておりますと。で、昨日、ライトで、長野さんがスタメンだったんですけども、今日は、浅野選手が8番、ライトでスタメン出場。で、今日は岸田選手はね、お休みというところ。で、門脇選手もね、昨日、8番、ショートだったんですけども、今日は7番、ショートという形。で、昨日はグリフィンがピッチャーで、今日は戸郷投手というところで、まあね、その連勝というか、うん。連勝じゃないわ。うん。戸郷投手のね、まあ、2戦連続完封というかね、この間ね、広島相手にめちゃくちゃいいピッチングができたんでね、非常に、今回も期待したいなというふうに思ってましたし、まあ、大城さんとのね、バッテリーっていうのは非常に、ここね、最近すごくいいので、今日は大城さんで行くんじゃないかなとも思っておりました。はい。で、対するタイガースですけども、タイガースも変更点ありました。昨日はですね、佐藤選手がね、欠場をしてたんですけども、今日は4番に復帰しておりますと。で、森下選手も昨日4番だったんですけども、今日は3番、いつもの定位置に戻ってますと。で、昨日、野口選手が出てたんですけども、今日は前川選手。で、梅野選手が今日は8番に入っておりまして、木浪選手がですね、7番に、昇格しておりますと。で、昨日は佐伯投手で、今日は及川投手というところで、まあ、阪神からしたら、まあ、連勝というかね、うん、していきたいと思いますし、まあ、ジャイアンツからしたら、まあ、なんとかね、
及川投手から点を取ってと、まあ、戸郷投手でしっかり締めてというところで、やっていきたかったんじゃないかなというふうに思いました。はい、じゃあこっからですね、僕が気になったところであったりとか、僕がここがプロの技ですねみたいなところをですね、しっかりね、わかりやすく解説していきたいと思いますんで、こっから見てください。こっから見てくださいよ。お願いしますよ。はい、まず僕が気になったところ、あの冒頭でも言いましたけども、ちょっと主軸のバッターたちが、ちょっと頼りないというかね、どうだったのっていう風なことを言わせていただきましたが、まず1回裏ですね、まあ、丸選手がセンター前ヒットで、吉川選手のショートゴロで、ワンアウト1塁で坂本選手の時にはワイルドピッチがありまして、まあランナー2塁まで行くんですけども、まあ、ストレートのインサイドというところを見逃し三振、空振り三振で、続く2アウト2塁から岡本選手も空振り三振というところで、まあこのチャンス生かせずというところあったんですね。で、まあ坂本選手に言えば、坂本選手のことを言えばね、まあ変化球というか、まあ最近打ってるのも変化球結構多くて、で、速いまっすぐに対してあまりこう、弾けてるっていう感じはしてないんですよね。で、その中で、まあ相手バッテリーもね、それが分かってると思うので、そういったところでまあストレートでね、最後三振してしまうと。まあこれに関してもちょっと振り遅れてるような形になってたんで、うん、まあバッテリーからしたら、まあ今の坂本は、まっすぐちょっと振り遅れてるからまっすぐ勝負でいけるんじゃないかなっていう判断で、こういう配球になったんじゃないかなと思います。で、まあ岡本選手も、まあ最近当たりがストップしてると、で、やっぱりこうなんだろう、まあすごく難しいところであるんですけども、いい当たりもねたまにあったりするんですけども、まあ取られたりとかね、うん、ちょっと引っ掛けたような打球も多かったりとか、うん、まあもう一回ね原点回帰というかね、うん、狙い球もしっかり、絞ってね、逆に調子が悪い時はもう難しいボールを手を出さないっていうやり方も僕結構あるんちゃうかなと思ってて、まあちょっと割り切った考え方ですけども、どうせ、まあ、調子悪いんだから、難しいボールは打てないから、もう、本当に、ピンポイントで待つというかね、そういった打ち方をしてたら、逆に、バッテリーもね、投げにくくなって、際どいやつが全部ボールになったりとかして、カウントが有利になって、逆に打ちやすいボールを打てたりとかっていう、まあ、荒療治というかね、で、そういった方法もあるので、逆にもう、ちょっともう難しいボールはもう全部もう捨てちゃうというかね、もう振らないっていう、うん、もうどうせ打てないんだからっていうような、ちょっと割り切った考えも僕は必要になってきてるんじゃないかなって思います。はい。でですね、次行きます。4回表気になりました。はい。この回ですね、すごくいい、感じでね、ゲッツを取れた回なんですけども、はい。先頭の森下選手にレフト前ヒット打たれると。うん。やっぱり僕今見てて、阪神見てて、森下選手の存在が非常に大きいんちゃうかなと思います。まあ、大山選手であったりとか、まあ、佐藤選手とかね、すごくいいバッターいますけども、なかなか森下選手になんかこうやられてるイメージがね、すごくあるので、あの森下選手に対する配球というのも非常にこう考えられた配球ね、してるんですけども、まあ2打席目にヒット打たれてしまうと。うん、そういったところですよね。うん、1打席目はストレートフォークでいって、で2打席目がスライダーストレートというところで、まあフォークを1打席目見せてるんで、2打席目は見せないっていうような配球もしてるんですけども、うまく打たれたというところですね。で、これがでかかったですね。ノーアウト1塁で佐藤選手の4-6-3のダブルプレイがありました、この後にね。これも、まあ、ストレートで、ゲッツを取ったんですけども、普通ね、ストレートって、まあ、そんなゴロになりにくかったりとかって、まあ、ピッチャーの球、球質にもね、よるんですけども、結構そういったところって、フライを打たせやすかったりするボールではあるんですが、高さが良かったですね。高さが。うん。戸郷投手のまっすぐの高さが良かったんで、これゴロになったんちゃうかなと思います。非常にナイスボールだと思います。はい。でですね、次見ていきます。4回裏、この回ね、4点満塁ホームランが入る回なんですけども、まあこれも2アウトからのフォアボールなんですね。結局は大城さんのこれフォアボールありまして、まあこれもねすごく粘ったフォアボールではあったんで、非常に価値のあるフォアボールだったと思います。で、2アウト1塁でモンテスが、まあ、これレフトにね、2ベースを打つと、これもね、やっぱり素晴らしいなと思います。もうなんか、この、ま、1球目ストレートがボールになって、で、2球目ね、やっぱりこう、大城さんをフォアボールに出してしまってるから、少しやっぱ取りに行った形でね、ツーシームが、ま、外寄り、やや甘いところに来て、モンテスがそれを打つというところで、まあ、投手心理もね、非常にこう、読んだというかですね、まあ、ここ取りに来るだろうっていうところを読みながら打ってるなっていうふうに感じました。
で、阪神バッテリーからしたらこれが痛かったです。2アウト2、3塁から門脇選手のね、フォアボールというところが、まあちょっと痛かったなっていう感じがしますと。まあ結果的にね、まあこれ、浅野選手がホームラン打ったんで、まあこの大きかったというふうな言い方をしましたけども、やはり、まあその時はですね、まあ浅野選手、まあ抑えられる確率が高いだろうっていうのも、まあ少しね、相手バッテリーには、意識的にはあったのかなっていうふうに思うので、まあ結果的にホームランになったんで、まあこのフォアボールが痛かったなっていうところはありますと。で、ツーアウト満塁、これ浅野選手今季初ヒットの初ホームラン、満塁ホームランというところですけども、これちょっとね、階級チャート見ていきたいと思います。はい、実はね、先ほども言いましたように、浅野選手1打席目のショートゴロっていうところも、内容が良かったんですね。インサイドのカットボールを、まあ、ツーボールからかな、打ちに行って、まあ結構そこそこいい当たりのショートゴロだったんですけど、まあやはり、一打席目のことで言うと、まあ、ツーボールから、まあ、素直にというか、まんまに、そんな簡単に、まっすぐでストライクを取りに来ないだろうというところを、考えてね、まあ、インコースのスライダー系のボールが来るだろうというところで、多分、張って打ってたと思うんですね。で、この二打席目に関しても、カットボールでストライク、で、ストレートでボールという風になって、ワンワンという形になったときに、まあ、まあ、スライダーという球種をね、選択して、インサイドのスライダーを選択して、ホームランを打つわけですけども、まあ、これも結果論になってしまうっていうふうにね、皆さん思うかもしれないですけども、1球目のカットボールだったりとか、2球目のストレートのボールの見逃しを見ると、まあ、少し身の、バットを短く持ってて、ちょっと肩の開きがこう、見逃し方がね、早かったんで、左肩の左がちょっと早い感じだったんで、僕がもしキャッチャーだったら、アウトコースかなーっていう風に思ってたんですね。で、1打席目も、インサイドのカットボールをいい形でショートゴロを打ってるんで、今日浅野選手、インサイドを打つのが、すごく上手いというか、インサイドに張ってるのかなーっていう風なね、ところは、ちょっと感じてたんで、僕がもしキャッチャーだったら、及川投手だったら、もう一回、ツーシームで、外のツーシームかなと思ってたんですけども、まあ、インサイドのスライダーを選択して、まあね、うまく打ったっていうところ。まあ別に配球ミスではないんですけども、少しね、見逃し方であったりとか、そういったところが、まあインサイドに意識あるんじゃないかなっていうところはね、まあテレビで見てる限りですけども、感じたんで、まあ、そこはね、まあ、浅野選手のスター性というか、その待ってるところにボールを呼び込んだみたいなところはね、すごいと思いますし、それを実際打ったっていうね、浅野選手の打撃、技術もそうですし、この運の強さというかね、スターの気質というかね、そういったところもあるんじゃないかなって僕は思いました。はい。でですね、次ですね、これね、別にね、なんとない場面なんですけど、なんでもない場面なんですけども、このね、点取った後のイニングっていうところの、この5回表ね、前川、木浪、梅野というところをしっかり三者凡退に抑えている、このね、戸郷投手の、なんていうメリハリというか、あ、ここポイントだよなっていうか、ここは力入れとかなあかんな、みたいな、この、試合のその勘どころというかね、読みどころみたいなところって、非常に素晴らしいなと思ってて、こういうところが、しっかり三者凡退で抑えれる、この戸郷投手っていうのが、僕すごいなっていうふうに思いました。力をね、入れたりとか抜いたりする、この、なんて言うんだろう。目の付けどころというかね、あ、ここだなっていうところをしっかり外さないっていうところがね、素晴らしいなと思います。はい。でですね、まあ、6回裏もちょっと見ていきましょうか。浅野選手の次の打席、ホームランを打った次の打席なんですけど、僕ね、これもね、良かったなと思いまして、先ほどね、まあ、スライダーをホームラン打ったじゃないですか。で、1球目も、あ、1打席目のショートゴロもカットボールじゃないですか。で、2打席目のホームランも、まあ、まあ、スライダー、まあ、曲がり玉じゃないですか。で、まあ、1打席目いい感じ、2打席目もホームラン。で、3打席目になってくると、やっぱり相手バッテリーからするとですね、打たれた球と同じようなボールって、やっぱり要求しづらくなるんですね。だって打たれてんのに、なんで3回も同じ球行くねんっていう話になってくるんで、違う球で勝負しようっていうね、感情というか、働くんですね。そういったところがね。で、一球目フォークボール来るんですね。今まで投げてないようなフォークボールが来るんですね。で、浅野選手空振りするんですよ。で、この空振りの仕方が多分、ストレートを待ってて、フォークを空振りしたなっていう感じなんですね。で、じゃあなぜ浅野選手がストレートを狙ったかっていうと、
先ほども言いましたように曲がり球をしっかり打ったんで、もう曲がり球はないだろう、もう次はストレートだろうっていう形でまっすぐの狙って振りに行ったんですね。でもバッテリーは、相手バッテリーはそこでフォークを選択したんで、浅野選手はまあ空振りをしてしまうと。でここでまあ相手バッテリーも考えるわけですよ。あー、これまっすぐ狙いに来たなと。で、多分まっすぐ狙いに来てフォークを振ったっていうのはわかるんですよね。で、そこで浅野選手も、あ、これフォーク来たなと。ただ、多分まだ曲がり球は投げにくいから、うん、だからもうまだまっすぐ狙ってて大丈夫だっていう風に思って、2球目打ちに行って、これもストレート来るんですね。で、ストレートで、まあセンターフライに打ち取られるわけですけども、この狙いっていうのは非常に素晴らしいと思います。相手のバッテリーをしっかり把握して、この投げにくいボールっていうのを自分の選択肢から排除して、で、1球目ね、フォークで空振りしてしまったけども、まだ自分の狙い球を突き通すっていう、この、まあ、読みというかね、これは多分2軍でしっかりね、いろいろ考えてやってきたから、こういった打席を遅れてるんじゃないかなと思うし、結果的にこれセンターフライになりましたけども、非常にね、いい当たりのセンターフライでしたし、狙いの付け所というか、相手バッテリーが考えていることをしっかりね、理解しながら打席の中で待ってるなっていう感じはすごくあったんで、このホームランっていうのは別に全然たまたまじゃないと思いますし、まあヒーローインタビューで、まあエンドランのような形でね、なんかその全部振りに行きましたっていう風なね、コメントをされてましたけども、僕はそういう風には思わなかったし、しっかり狙い球を狙ってね、打ってるような、内容がある打席が多いなという風に思ったんで、浅野選手もね、非常にいい選手だなという風に思いました。はい。でですね、7回裏、これもね、先ほどの佐藤選手のゲッツーもありましたけども、ここもでもね、大山選手をゲッツー取れたっていうのは非常に大きかったと思います。これも実はね、ストレートで、4-6-3 のセカンドゴロゲッツーを取れたんですけども、先ほども言いましたように、やっぱり高さが良かったですよね。低めに投げれてたっていうのが、ストレートでね、しっかりゴロを打たせられた要因かなと僕は思いました。はい。でですね、ここ非常に重要な場面なんで、ちょっと配球チャート見ていきたいんですけども、8回表ですね。8回表、タイガースの攻撃。まあ、2アウトから代打糸原選手がショートへの内野安打。で、2アウト1塁から渡辺選手、代打の渡辺選手が、まあ、内野安打っていうところで、まあ、2アウト1、2塁という場面を作られるんですね。ここ絶対絶命のピンチなんで、ちょっと配球チャート見ていきたいと思うんですけど、これね、近本選手、まあ結果的に言うと、まあセカンドゴロに打ち取った打席なんですが、まあこれもね、今日ね、大城さんの配球というのは素晴らしかったわけですよ。で、僕が今まで大城さんの配球を見てて、なんか、まあこれはないんじゃないかとかって言ってた理由の大きなところって、非常の配球になってるというか、もうこれ言ったらこれ、みたいな感じ。だから、相手バッターはあんまり見れてないっていうところが僕はよく感じてたんですね。だから、大城さんの配球ってちょっとこう、なんて言うんだろう。なんて言う、人間味がないというか、その、ノートとか、このパソコンでやってるような感じ。例えばインサイドもう2球言ったらもう外でいいでしょうとか、まあそういう、なんて言うんだろう。なんか、オートマティックみたいな配球になりが、ゲームみたいな配球になってたんですね。だけども、実際の野球っていうのは、相手のバッターの、まあ、前の打席であったりとか、今までの傾向とか、その、時々のね、対応の仕方であったりとか、っていうところを見ながらね、選択していくべきだと思うんですが、今日の配球っていうのはね、それがしっかりできてましたと。で、いつも大体ね、大城さんって、まあ、2球行ったら、2球同じ球行ったら、次3球目ほとんど変えるんですよね。だから2球ストレート行ったら、絶対次、スライダーとか行って変えたりするところが非常に多いんですけども、今日の配球を見てるとね、相手のバッターの反応を見ながら、同じ球種を4球、5球続けたりとか、そういった配球がしっかりできてたんで、だから僕はね、今までね、ちょっと大城さんの配球って、その、ゲームやと。ゲームでやってるっていう風に思ってたんですね。うん。その相手のバッターの反応しっかり見れてないっていう風に思ってたんですけど、今日の配球を見ると、そういったところでね、そんなこと全然なくて、非常にいい、反応をね、見ながら、配球を選択してたんで、うん。非常にね、いいピッチングだったと思います。で、この近本選手のこのセカンドゴロの時も時に関しても、今日の近本選手のこの配球なんですけども、1打席目、2打席目に関して言うと、1球もインサイド行ってないですね。で、3打席目にインサイドを、まあ、2球ぐらい見せたんかな。変化球とまっすぐで1球ずつ見せて、で、これ4打席目なんですけど、で、ここで近本選手、やっぱり、
見逃し方とか見ても、アウトコースじゃなくて、インサイドを待ってるような、見逃し方してるんですね。で、まあ、その、見逃し方って、ちょっと、前の肩が開くの早かったりとか、足が開いてたりとかすると、結構、まあ、インサイド待ってるんかな、とかって思ったり、しがちなんですけど、するんですけど、そういったところで、まあ、キャッチャーって判断するんですけど、まあ、そのね、見逃し方を見ても、ちょっと、まあ、かかと重心というか、インサイドに、意識があるんじゃないかなっていうような見逃し方してたんですね。で、そこを大城さんしっかり見て、この打席っていうのは全部はい、アウトコースだと思うんです。ストレートでストライク、フォークでボール、フォークでファール、フォークでボール、フォークで、セカンドゴロというところで、最後のね、セカンドゴロも引っ掛けたような形だったんで、まあその3打席目に、まあインサイドをしっかり見せて、で、4打席目で、ね、もう一回、インサイドに投げずに、外勝負でいけたっていうのは非常に素晴らしかったと思うし、今日のね、大城さんっていうのは、非常にこう、まあ、戸郷投手もね、素晴らしかったですけども、そのバッターの反応を見てね、反応を見て、あ、これはまだいけるとか、まだ続けても大丈夫とかっていうところがしっかりね、判断できてたんで、非常に素晴らしい配球だったなって思いました。はい。でですね、最後見ていきましょうか。8回裏ね、これね、まあ、2アウトから大城選手が粘りながら、ライト前ヒット打ちまして、で、2アウト1塁からモンテス選手がね、フェンス直撃の、当たりを打って、まあ、ホームでね、大城さんがアウトになってしまうという場面なんですけども、これはまずね、阪神のナイス中継プレーだったと思いますし、まあ少し送球それてたらね、おそらくセーフだったと思うんですけども、そこを木並選手がね、しっかりストライク返球できたっていうのが非常に大きかったと思います。で、まあその上でですね、まあ大城さんの足が遅いとかっていう、まあその X でのね、なんかポストとかありましたけども、まあ足のことを言ってもね、まあなかなか早くはならないので、まあ仕方ないところはあるんですが、やっぱり、まあ打球判断。まあこれは2アウトですから、まあ打った瞬間ゴーなんであれなんですけど、打球判断であったりとか、もしかしたらリードの幅であったりとか、セカンドリードというかね、リードしてからの、もう一個セカンドリードってやるんですけど、そのセカンドリードの取り方であったりとかね、そういったところはね、足の速さだけじゃなくて、まあいろいろ見直していけるところだと思うので、まあ足の速さはね、まあ、仕方ないところはあるので、これがね、セーフになるか、アウトになるかっていう結構大きいところはあるので、で、実際、今までのシーズンで、ね、何回かこういうバックホームでアウトになってるみたいなところって見たことがあるので、そこはね、まあその、足の速さ以外のところでね、カバーできるっていうところも少なからずあるんじゃないかなと思うので、そこをね、改善していければ、もっといいセンスになるんじゃないかなというふうに思いました。はい、てな感じでですね、まあ今日は勝てたというところで非常に素晴らしい勝利でしたし、まあ先ほども説明させていただきましたけども、浅野選手の打席の内容っていうのも非常に、確率というか、しっかり狙って打ってるなっていうところはありましたし、大城選手の今日の配球っていうのも、やっぱりこう、一回キャッチャーから離れてファーストから見ることで、より視野が広がった面もあるのかなというふうに思いますし、非常にね、投げ切った戸郷投手も素晴らしかったなというふうに思います。あとね、坂本選手だったりとかね、岡本選手の状態が上がってくれば、もうちょい、楽な試合に、なる可能性も高いんじゃないかなと思いますけども、まあそこはね、もう少し我慢しながら見ていきたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日は終わっていきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっていきます。じゃあね、バイバイ。